負け、一勝したぶれ、交流戦、ペナント、ダブルうんち。最初から終わってたから安らかに見れたのが良かったと思う。西武と楽天はずっともだよ。最近ファンも職場を失ってきたな。5点も取れた偉い。うちも雑な使い方されて案の定打たれまくってるな。投資起用下手すぎやろ。カープ勝ったからこれで最下位かハム、西武、中日はまだ上の方いるし、真の暗黒が決まったな。早川の防御率1点上がってくさ。交流戦5割いけそう。点が入ると楽しいそれだけ。今季最悪の借金11に。このスレイランやろ。誰も試合見てない。仕方ることもないんだからさ。石井に対する不満ですしかねえだろ。今日の早川良くなかったのは間違いないけど、あれ2本とも入るってのは神宮の怖さや。盛り返したやん。最初の3回で見るのやめたわ。あ、今日も負けたんだわら。最近は石井より辰巳に腹が立つわ。巨人さよなら勝ちかハムさん、また仲良くしようや。パリーグ3バカは全員負けたか1球団だけ抜け始めてるけど、楽天が弱すぎるだけでハムも強く、花石灘ってうちに負け越してるんやもん。いつまで下振れてんだよ。弱い弱い、弱い。系統も代打もバンバン使って、総力戦みたいだな。上がり目ねえ、若手もねえ、未来も希望もありゃしねえ。